これは波動コアじゃないか。遥か昔、イスカンダルはやってきた。その使命は救済。ビーメラ法第2の地球2と考えているのかい。偵察は戻ってくるのが2。ユキさんがイスカンダル人だったって話。デスラー総統が暗殺されたのだ。全訪問開け、ヤマトを仕留める。波動暴風機開始へ最大展開。第二戦速で敵正面に突入。これを突破する。本艦は人類絶滅までに帰還する可能性が極めて低いヤマト計画をここで中断する。あなたを総統暗殺の首謀者としてここに告発します。ヤマト、侮りがたし。地球に活を見出さねば、この包囲を破ることはできない。食い破れ。